皆様お疲れ様でございます。キュウゾウと申します。いつも動画をご視聴くださいましてありがとうございます。今回でございますが、 YouTube のコメント欄であるとか Twitter のですね DM であるとか、あとリプライであるとかですね、いろいろ僕宛にご質問いただくことが多くありまして、そのですね多く比較的ご質問をいただくっていうのをまとめて、今日はですね、まるっと私の方から回答させていただくという動画を今撮っております。どこまでですね、この動画の需要があるかわかりませんが、ぜひ最後までお付き合いいただきますと幸いでございます。まずですね、これめちゃくちゃ多いんですけども、僕ファミコンコレクションしてるじゃないですか。そのファミコンのコレクションいっぱいあるじゃないですか。それはその家族であるとか、その妻には反対されないの？ということなんですね。結論言うとですね、あんまり反対されたことがなくて、チクチク言われたこともなくて、実際に奥さんとそういった話はそこまでしたことはないんですけども、おそらくですよ、僕ですね、このゲームコレクション以外、趣味たる趣味ってないんですよ。全然派手にお金も使いませんし、これまでも結構その地味で質素な生活というかですね、送ってまいりましたし、友達もですね、ほぼいなくて、あんまり友達と遊びに行くとかもないもんですから、だから結構その許してもらってるっていう感じなんですよね。そう、だからね、反対はされていないですね。これもですね、ちょこちょこ皆様からご質問いただくんですけども、僕ですね、生まれて今までですね、あだ名っていうあだ名がなくて、大学生の時にですね、何かしら自分にあだ名が欲しいなと思ってですね、自分で急増ですって名乗り始めたんですよ。それで、このあだ名をですね、定着させて学生生活過ごそうかなっていうことで名乗り始めたんですが、全然流行らなくてですね、そのあだ名を、今ですね、急増という形で名乗らせていただいているということですね。はい、僕はですね、関東の埼玉県というところに住んでいまして、そのためですね、僕がハードオフを回っているという動画あると思うんですけども、その動画もやっぱりどうしてもこの埼玉寄りになっているっていうのはその理由です。はい、そうなんですよ。僕ですね、ヒゲが濃くて、これもね、朝一、ちゃんと剃って、下手すると午後二度剃りして、もうでもね、こんな感じで目立つんですよ。以前にですね、仕事で宿泊を伴う出張行くことがあって、電動シェーバーとか忘れると、ビジネスホテルの1枚刃か2枚刃の T 字のカミソリをこう使うわけなんですけども、もう全然剃れなくて、もう泥棒みたいになるんですね。で、それがもう嫌だなと思ってですね、結構前からなんですけども、僕実はヒゲ脱毛、通っていたりとかしまして、たまにですね、この辺とかこの辺とかなんか、出来物みたいなできてる回があるんですけども、それはヒゲ脱毛のレーザーのちょっと火傷であったりとか、そういった跡がたまに映っておりまして、お見苦しい点もあるかもしれませんが、ご了承ください。そうなんですよ。最近ですね、帽子、やめたというかしていませんで、帽子をしていない理由は2つあるんですけども、1つ目がすごく大きくて、帽子をこうするじゃないですか。動画をこう撮っていると、ここがね、暗く映るんですよ。なので、あんまりこう顔色が暗く映りすぎてもあれかなと思いまして、最近ですね、帽子を結構取るようになってきました。あと2点目なんですけども、以前はコロナ禍ということもありまして、美容室、あんまり外プラプラ出歩くのもあれかなと思いまして、髪切らずにいたんですよ。昔の動画って僕結構髪が長かったりっていう動画もあったと思うんですけども、そういった理由で、あんまりこう髪を切らなかったんですけども、最近はですね、1ヶ月か1ヶ月半に結構髪を切っておりまして、単発な状態で、整髪料をつけてこうツンツンやっていますので、これで帽子かぶるとぺっしゃりして結構ね変な感じになるっていうもんですから、帽子を外してもうこのスタイルになっております。これはですね、そんなに多くコメントはいただいていないんですけども、もしかしたら気になるっていう方もいらっしゃるかなと思いまして、今ね撮っているんですけども、僕ですね、顔が左右非対称なんですよ。シンメトリーじゃなくて、こっちの目が二重で、こっちがですね、やったらくっ
きりしている二重で、なんていうんですか、三重みたいな感じなんですよ。これわかります？なので、ここがですね、ちょっと厚ぼったい二重みたいになっていまして、それに伴ってですね、なんていうんですかね、こう、こっちの方がちょっと上がってるんですよ。なので、目もそうですし、眉の造形もですね、左右非対称になっていまして、よくですね、眉毛失敗したんじゃないかってよく言われるんですけども、はい、そういうことです。僕はですね、もともとは、まあ、約20年くらいサラリーマンをしていまして、一昨年だったかな、サラリーマン辞めて、今ですね、自営業、個人事業主という形で働いておりまして、いろんな仕事をやってます。この YouTube も一つの仕事ですし、あとブログをやったりですとか、あとは前職つながりのコンサルティングみたいなものをやらせていただいたり、あと僕はコーチングの資格を持っていたりとかしまして、何かそういうお悩みを持たれた方に、カウンセリングみたいなもの、コーチングをやらせていただいたり、あとは一部動画編集のお仕事をさせていただいたり、あとはこう車を使ってですね、宅配みたいなものをしていたり、あとフードデリバリーもやったりとかですね、いろんなお仕事を今させていただいています。はい、そうなんですよ。他に趣味はということで、冒頭に僕無趣味っていうお話もしましたけども、ゲームをですね、集める、ゲームをする以外の趣味をあえて申し上げるとすると、なんでしょうね、ちょこちょこ動画にも出てるんですけども、料理と、あとドライブ、あとはまあもしかしたら動画編集も趣味の一つになるかもしれないんですけども、まあそんな感じですね。時間数だけで言うと、おそらくモンスターハンターのポータブルのサードかなと思います。何千時間かってやった気がするんですけども、クリア回数で言うとファイナルファンタジーの5が一番多いかもしれないですね。何十回もクリアしましたね。シナリオを事細かく覚えているってわけではないんですけども、はい。あとファミコンウォーズとかゲームボーイウォーズとか、これもねめちゃくちゃやりましたね。シリーズ全体で言うとファミコンウォーズはかなりやってきたかもしれないですね。ただ単純な時間数で言うとカウントしてくれるっていう理由もあるので、モンスターハンターかなーっていうふうには思います。欲しいファミコンタイトルはですね、まあ全部欲しいっちゃ欲しいんですけども、まあひょんなきっかけからですね、僕もファミコンコンプリートっていうのを目指しておりまして、やっぱりね、それにあたってはバンダイのですね、データックというシリーズのですね、バトルラッシュというやたら高いゲームがありまして、やっぱりね、これ手にしないことにはコンプリートももう完了しないなっていうことからですね、まあバトルラッシュは手にしてみたいですね。もうちょっとライトなところで言うと、僕が大好きなメーカーのケムコのですね、スパイ&スパイの南国司令っていうものであったり、あとはこれも僕の好きなメーカーのですね、日本物産日物っていうのがありまして、そこのですね、コスモポリスギャリバンっていうゲームがありまして、これね、ちょっと欲しいですね。理由といたしましては、この2作品ですね、なかなかいい状態のものがね、売ってなかったりしまして、これはね、ちょいと欲しかったりしますね。はい、ということで、こんなダラダラとしたですね、質問回答会でございましたが、皆様からよく寄せられる質問を回答させていただきました。まあ、またですね、皆様が気になることございましたら、YouTube コメントであるとか、Twitter であるとか、あるいはライブ配信中のチャットであるとかですね、いろいろご質問いただければと思います。はい、ということでございまして、今回の動画は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。さよなら。